はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。今日からさつき、たまらんちん会長様、ホワイトアウト5963様、しげゆき様、ひかるひかる様、けいいち様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがとうございました。韓国野党共に民主党議員17人が竹島に不法上陸。これ定例行事、恒例の行事なんですけれども、今回は議員の数今まで最大規模ですね。今までは 5,6 人とかが多かったんですけれども、17人っていうのは私の覚えている限り最大規模。こいつら総選挙に勝ったんで調子こいてるんでしょうか。日本の徳島領有の主張は帝国主義の侵略を正当化し、お前らが併合してくれって言ったから、借金に後藤を併合してくれって言ったから、軍国主義の亡霊を表すもので決して容認できない。今後も上陸を続けるそうであります。日本政府、韓国政府に抗議。世論です。韓国人って密入国が大好きだよな。反日ブーストかかってきましたね。いよいよ関係改善につながるよ。もっともっと派手に反日活動をやってもらいたい。テレビはちゃんとこれを報道しろよ。軍国主義の亡霊、北朝鮮のことか。よかったよかった、国交断絶しかないな。これからも憎み合っていこうな。共に立憲共産党、もっとやれ。日本車燃やすぐらいはしろ。反日行為をですね、日韓断交が前進とみなして歓迎する意見多数でありました。かくいう私も割と歓迎。尺に触るけど、どんどんやって、テレビでガンガンやって韓国のイメージ悪くしてくれといいな。竹島を軍事占領している新生軍事敵国なんだから、正しい日韓関係っていうのはですね、断交からの宣戦布告なんですよね。竹島返せ、宣戦布告、じゃなきゃ攻めるぞ。竹島の周辺の海に嫌い巻いて船近づけさせないようにして、あそこは真水もないっていうから、そうすると駐在している韓国軍の兵士、警察官の制服着てるんですけど、中身は兵士、がですね、どうしようもなくなるじゃん。なんで敵国人の韓国人がですね、のんきに日本観光できるのか、全然わけわかんないですよ、私には。それもこれも、物の道理がわからない、頭がおかしい自民党のせいなんですけどね。元記事は連合ニュースなんですけど、テレビでこれやってますか？放送しても、10秒ぐらいかもしれないな。軍国主義の亡霊って、未だに戦争中で、徴兵やってる国に言われたくないんですけどね。んなね、バカな音絶叫してですね、お前が言うな、お前に言われたくないと返されるのがですね、左翼と反日界隈のお約束であります。8時45分に印籠が出てくるぐらい確実な事実、約束された未来。反論され論破されても決してバカな行為をやめないのはですね、パヨ界隈の出世のためであります。この議員どももですね、竹島上陸の勲章は選挙に有利に働くんでしょうね。あるいは共に民主党内での役職獲得に有利になったかね。日本のパヨ言論人がテレビでバカなことほざくのも同様の動機であります。三毛になんか毎週突っ込まれてますもんね。毎週何らかのバカ発言して突っ込まれてますもんね。頑張ってパヨ内で出世すればですね、人民の勝利とか言っちゃう石垣のり子みたいに国会議員にもなれるし、朝日新聞若宮義文のように中国の大学教授になれて北京のホテルで変死できます。パヨで出世すると。だからバカなことを決してやめない。TBS ソウルに 100% 子会社設立、 TBS コリアっていう名前になるそうであります。世論です。今でも TBS コリアだろ、元から TBS コリアだろ、本社移転か、むしろそっちが親会社だろ、実質本社だろ、韓国に完全に移転していいぞ。本社引っ越すんだな、それでいいよ。収益を韓国に流すためのトンネル会社だな。
さらに落ち目確定。 TBS ジャパンは撤退でいいんじゃないの？日本で儲けて韓国に凱旋するのが TBS 幹部の夢なんだろう。今でも TBS コリアだろう、むしろそっちが親会社だろうって意見が多かったであります。 TBS コリアはですね、ドラマ、映画、K-POP などコンテンツを買う拠点で、資本金も2200万円と少額。この額だとですね、まあ小さい事務所借りてよ、2人ぐらい貼り付けて買い付け交渉をするぐらいしかの、あれでしょうね。TBS はハングル話せる人材にはこと書かないから、出張させても大丈夫ですね。むしろ日本語を話せる人材に困ってんだねーの TBS は、これで TBS が今まで以上にですね、韓国グルメ、コスメ、ドラマ、K-POP、垂れ流しになるのは確定路線ですね。そのための買い付けのための拠点わざわざ作るっつんだから、今以上に減らすわけない。もっと視聴率下がんじゃないの、そんなことやってたら。私はテレビなんか20年前に捨てたから勝手にやれとしか言いませんけれどもね。今時テレビに騙されてよ、韓国で整形手術やってよ、顔がめちゃくちゃになる人は残念ながら救えねえよ。そんなのまでは、そんな愚かな人までは救えねえよ。衆院補選、共産党が応援した立憲候補が3選挙区で全勝したことに気を良くした小池晃書記局長、重く受け止めて済む話ではない。総理は潔く身を引くべき。自分とこの議員は一人も増えてないのにね、この威張りよう。世論です。落選が普通の党に言われても、共産党のトップは選挙で負けるたびに責任取ってやめてたか。代表選を訴えた党員を除名するような党に言われたくないだろう。どれだけ負けても党首交代の機運すら起きない政党がなんか言ってる。この前田村委員長が解散して選挙を私物化するなって言ってたような、比例で議員になってる小池が言うことではない。岸田は潔く清く身を引くようなまともな人間じゃないですが実際に岸田が辞めたら困んの野党やろ。菅さん辞めた時もおろおろしてたよな。どんなに選挙に負けてもですね、議員数を減らし続けてもですね、 C の独裁23年やってたとこだけには言われたくないんじゃないの。これもパヨがバカほざいてお前が言うなで綺麗に落ちましたね。さすが共産党の重鎮、手慣れたもんだな。立憲と共産は選挙が怖いんで、岸田やめろとは言いますけれども、解散しろって言わないってことに気がつきました。総務省発表、昨年の女性就労者数は3059万人で、1953年以来過去最多だそうであります。世論です。少子化の原因、日本停滞の原因がこれ。そして出生率は過去最低を更新していく。みんな結婚して家庭に収まれば少子化解決するんじゃね。結婚して子育て時々パートするのが本当の女の幸せですよって学校で教えるべき。女も働かなきゃ生きていけない世の中に誰がした。未婚と離婚が増えてるからな。女性が働けば働くほど低賃金から脱却できない。20歳から39歳の就労女性に聞きました。結婚したら専業主婦になりたいか、なりたい 86%。 理由はこちら、働くことは肉体的にも精神的にも本当に大変なことを知った。朝から夕方までワイドショーを見る専業主婦がいいだそうであります。社会で輝くことなんか大部分の女性は望んでないですね。結婚しても働きたいっていう 14% の女性の働きをですね、妨害する気は全然ないですからね。お間違いないように。まあ、医者だの、弁護士だの、まあ、女性のね、そういった結婚しても、せっかく取った資格、苦労して取った資格なんだから、働きたい。言う向きもあるかもしんない。14% ですけれども、あとは、子育て一段落して、社会との関わり全然なくなっちゃったから、外に働きに行って、人と話したいっていう向きもあるかもしれない。こういう方の妨害をする気は私にはないんですけれども、100の正社員枠があって男100人採用したら100組の夫婦ができる可能性があるが、
男女50人ずつ採用したら夫婦は50組しか期待できない、正社員しか結婚できないって言ってるわけではないですからね、ただ、派遣とかバイトはやっぱり結婚には不利、特に男、3059万人の働く女性のうちどれぐらいが正社員なんでしょうね、働きたいって手を挙げる人が多ければ多いほど賃金が下がっていきます。需要より供給の方が多い、過剰、必要なキャベツの量より山ほど取れちゃったなんていうと、まあ値段差がありますよ。そしてそれは自民党に多大な献金してるですね、経済界の願いでもあります。経団連は毎月自民党に2億円献金してるそうであります。日本を滅ぼしたいパヨ勢力の大合唱にバカな自民党議員がですね、そんなもんかなって騙されて、女性が輝く社会を、綺麗事言って女性を働かそうと毎年毎年10兆円の男女共同参画予算をつぎ込んで、ほんとバカみたい。その結果が過去最多、女性が働いてる女性過去最多人数になっちまった、専業主婦が許されない世の中になってきてしまっている、その口でですね、自民党は少子化国難とか言ってるんだからバカの極みですよね。女性に家庭で輝いてもらわないと子供増えるわけねえだろ、女性を働かそうとするんだって自民党議員は、3059万人がですね一斉に仕事辞めたら、男の給料倍になんじゃねえのこれ。そういう事態になったらバカ自民が慌てて外国人の輸入を激化させるかもしれないですけどね、他の先進国もそうなんで、女性の社会進出で少子化で、先進国全部が集団発狂してるんですよ。先進国全部がゆっくりと自殺してんですよ今。子供減らしてね、バカだから。なんのこの綺麗事言いたいって欲求に曲げて、なんで女性家庭で輝いてもらわないと子供増えっこねえべって言うやつ誰もいねえんだという話ね。86% が専業主婦がいっつってんだから、 14% しかいないんだから、結婚しても働きたいって言ってる人さ、女性の意見も無視してるよな、その綺麗事言ってる女どもがな。女性の敵は女性ってよくも言ったもんですよね。今日の単身理工系学部に女子枠を設けた大学が40校、校内外から逆差別ではの声。兵庫県立大はですね、10% だった女子率を改善すべくですね、15% 女子枠を設けたそうであります。なんでかんで 15% は女子ねって決めちゃって、んで合格決めんだろうな。5% の女子がですね、女子だからっていう理由で優遇合格。で 5% それより点数が良かった男性を蹴落として逆差別そのものですね。結婚しても働きたい女性はたった 14% しかいないっていうことがもっとも広く世間に知れるといいですね、知れ渡るといいですね。川口のクルド人ヤードに100人以上が集まり大音量でレイブ。レイブってライブと違って、ライブはなんかアーティストっていうか核になる歌手さんかなんか、歌ってもらってね。レイブってなんか音楽かけてなんとなく集まってダラダラ踊るみたいなそういうのレイブっていうらしいんですけど、苦情で朝3時に駆けつけた松浦博之川口市議、自民党だそうです。下げてくれないかと伝えましたが下げない、日本人の理解が足りないとのことでした。音量ね、音量を下げてくれないかと頼みました。埼玉県や川口市の迷惑防止条例はどうなってんですかね。頼んでもやめないんじゃ警察沙汰にするしか。あと議員もですね、なんか苦情か支援者から電話で言ったと思うんですけども、最初から110番してればいいんだよね、あそこでうるさくてどうにかなれませんかって、警察が警官がわーって言ってですね、条例とか関係なくですね、苦情出てからやめてくんないって言ったら日本人だったらやめんですけどね。日本人がクルド自治区で大騒ぎしてですね、音量は下げない、クルド人は理解が足りないとか言ったら多分無事では済みませんよ。こいつら日本人舐めてんのか、外国人も暮らしやすい街づくりなんて寝ぼけてた奥の木市長のせいで川口市がめちゃくちゃであります。
トランプ大統領候補、ドル高は愚かな人々には聞こえがいいが、我が国の製造業者にとっては大惨事、バイデンは放置してっけどな、円安は悪と長年洗脳してきた日経その他のマスゴミと野党。1986年の新聞記事ね、止まらぬ円高、ついに1ドル150円突破。その頃あの1ドルが、まあ、200円とかだったんですよ。で150円は円高、すごい円高だった。今の新聞、止まらぬ円安、ついに1ドル160円突破とか、円安でも円高でも文句言ってるってバレてますね。日本のようなあの経常収支が黒字の国はもちろん円安が国のためですよ。円高がいいって言ってるのは特和に仕事を奪われたいスパイども。円高が日本にとって悪っていうのはですね、民主党政権が1ドル80円をキープしていたことからも QED ですね、以上証明終わりということで、日本にとっては円安の方が円で、だから日銀は下手に介入してんじゃねえっていう、なんか 5.5 兆円使って5円下げた、160円になっちゃったんで思いっきしドバンと155円に下げた、今日はですね158円ぐらいにまた戻っちゃったかな、これはドルと円の金利差の違いなんでしゃあがないですね。なんかアメリカも物価上昇がすごくてインフレで、金利上げてですね、物買わないで貯金したらちょっというふうに調整してドルの金利が上がってんだって、だから円でドル買って、あれだな、金利分儲かんのいう向きがせっせと円でドル買ってっから、まあなるべくしてなってる円安なんですね。これ操作しようっつったってあれなんじゃないの、それに日本にとっては円安の方が全然いいんだからさー、いう感じで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。